それではまず弓をケースから取り出しておきます。右手でグリップ部分をつまんで弓を持ちます。次に弓毛を張ります。弓は毛を張らないと音が出ません。フロック部分を左手に持ち替え、右手でアジャスターを時計回りに回して弓毛を張ります。弓はアジャスターを回すことによってフロックが前後にスライドし、弓毛を引っ張る仕組みになっています。適切な弓の張り具合はスティックの太さ1本分の間隔が目安です。張りすぎても張りが足りなくても引きにくくなるので、適正な張り具合を徐々に体得していきましょう。演奏時には弓毛に松ヤニを塗って使用します。弓毛に松ヤニを塗らないと音が出ませんので、松ヤニの塗り方を説明します。弓の毛を張った状態で右手に弓を、左手に松ヤニを持ちます。松ヤニを弓の手元から弓先までこのように擦るようにして塗ります。新品の弓や毛がえしたての弓には全く松ヤニが塗られていませんので、弓毛全体が白くなるまで何回も塗ります。松ヤニの付き具合はこのようにチェックします。全体に均一に白く松ヤニがついているか確認し、足りていない部分があれば塗り足します。一度松ヤニをしっかり塗った弓はそれほど塗る必要はありません。練習前に3往復ほど塗って引っかかりを良くします。それでは実際に演奏する時の弓の正しい持ち方を練習します。まずは右手の力を抜いてリラックスしましょう。次に左手で弓のスティックの中央を支えながら、右手で狐の形を作ります。この時指に力を入れすぎないようにします。弓毛を張るとグリップとフロックの間に隙間ができますので、そこに狐の形をキープしたまま親指と中指と薬指でスティックをつまむようにして持ちます。人差し指はラッピングに自然に添えます。小指はスティックの背中に軽く乗せるように当てて完成です。正しい右手フォームは演奏の上でも大切なので、何度も練習して体得しましょう。これでバイオリンを演奏する準備が整いました。